そのデカダン派の最後の牙城と呼ばれたレナード・スミザーズ社っていうのがあるんだよ、うちで雑誌出しませんかっていうことになって、で創刊したのがザ・サボイっていう雑誌なんですよ。この人がここになんか本あって、おしっこ引っ掛けてんですよ。なるほど、やりますね、リアス。いや、余計なことやるんだよね。余計なことやりますね。で、まず第一が、黒ベタが予告とまで言われた黒ベタ塗りがなくなってくる、少なくなってくるんですよ。エログロ封印してくる。これビハズリ AD しといてやばくないですかが出たんだよ。で実際このワイルド逮捕でワイルドの周りにいたその大敗派デカダン気取りの連中はみんなビビったんだよ。いや何やってくれるんだよオスカーって、もうみんな見て見ぬふりでやってたのに、そんな裁判にしてね、真実かどうかとかやっちゃったら俺たち全部アウトじゃんよみたいなことになっちゃって、みんな結構フランス逃げたんだよ。でレイン社もビビって、ビアズリーってもうだってほら ほぼワイルドとサドメのね作者と挿絵でワイルドとセットじゃないですかあの人みたいな、それだけでもう一緒に仕事してたっていうだけでもうイメージが悪い。で AD クビになるんですよ。で AD クビになっちゃう。でそれどころかワイルド一味っていうふうにもう目されてるから、うん、世の中では、うん、で逃げた方がいいよってみんなに言われて、まあ、フランスに逃げる。これでもういきなり調子狂っちゃうんですよ、うん、映画の絶頂だったのに、うんうん、でパリとロンドンを往復しながら大丈夫かなみたいなことをやる。で8月にはもうドイツに一回逃げるんですよ。ワグナー好きだからワグナー好きでドイツ逃げてんで、ドイツでヴィーナスとタンホイザーだっけかなっていうなんかエロ小説書いてるんだよね、うん、でそれビアズリーが死んだ後に丘の麓でっていう、うん、アンダーザヒールっていうタイトルで出版されるんだけど、解体してる。だからもう95年ほとんど仕事になるの、こういうイエローブッククビになった上に95年の後半、確か 5月かそのぐらいにワイルド逮捕されてるか、4月だったの、4月か5月に逮捕されてるか、うん、後半し、うん、全然仕事にならないんですよ。でなんとかこれ再起 しなきゃいけないっていうことになったのが、明けて1896年なんですよ。でワイルドの事件でね、のワイルドの取り巻きのなんかこう短尾派の大敗派のデカダン派の連中みんなフランスに逃げちゃったりなんかしてる中、うん、そのデカダン派の最後の牙城と呼ばれた、うん、レナード・スミザーズ社っていうのがあるんだよ。そこがビアティさんあんたイエローブッククビになったんだったらうちでやりませんかっていうことで、うち、ん、で雑誌出しませんかっていうことになって、で創刊したのがザ・サボイっていう雑誌なんですよ。サボイ、うん、これサボイっていう名前つけたのはビアズリーなんですよね。ロンドンのホテルの名前から取ってんだよね。サボイホテル に結構そういうデカダン派の連中やなんかが集まったりなんかしてたから。でこれ創刊号の表紙なんですけれども、ナンバーワン、うんうん、ここになんかこのプットみたいなのいますよね。いますね。ね、ここまた直し入ったんですよ。元はこれ原画なんですよ。これプットがここになんか本あっておしっこ引っ掛けてんですよ。そうなんだ、うん、これイエローブックなんですよ。あ、自分を首にした、自分を首にしたイエローブックにしょんべん引っ掛けて。なるほど、やりますねビアズリ。いや余計なことやるんだよね。余計なことやりますね。でそんな喧嘩売らなくていいじゃないですかって消されたんだけど、なんか結構気を吐いてる、ビアズリー気を吐いてるんだけどね。でもね、もうこれ見ても分かるように明らかに画風変化してくるんですよ。もうね、こんな創刊号の付録、ビアズリー先生のクリスマスカード、うん、ね、細かくなってきてるでしょ。まず細かくなってきてるんですよ、うん、やっぱり時間できたから、そういうことそれができたっていうのもあると思うんでね、時間に余裕ができたから。あとこのサボイちょっと乙女化してくるんですよ。あ、本当だ、乙女化してくるんです。で何よりももうこのサボイ以降はっきり分かるのは、まず第一が黒ベタが予告とまで言われた黒ベタ塗りがなくなってくる、少なくなってくるんですよ面積が。それでエログロが
一切なくなって、エログロ封印してくんで、ちょっとミュシャっぽくなってる、ミュシャっぽくなってるじゃん、エログロ封印、うんうん、もうドッキが抜けちゃってるんですよ、サボイ以降のウィズリーは。でこのスミザーズ社から今度は挿絵入り本も出したりするようになるんだけれどもね。でもともとビアズリーは18世紀の本が好きなんだよ。で18世紀のイギリスの詩人でアレクサンダー・ポープっていう人がいるんだけど、その人の髪の毛盗みっていう、うん、あの詩があるのね、うん、The Rape of Rock っていうんだけど、それの挿絵を書くようになんだけど、まあそれ18世紀の物語だって、もう完全にちゃんと時代を守ってるんだよ、ね、サロメと違って、うん、ロココ調なんだよちゃんと。懲りたんですかね。だから毒気が抜けたんだよあらゆる点で、もう戦わなくなってるんだよ、捕まっちゃうから。でこれなんか見るとこのぼやけたところを全部点々で書いてんだよね。点々遠近法みたいなの使ってるし、ドレスのこういうところも全部全部点で書いてるぜ。だ手間のかかり方がもう桁違いなんですよ。だけどこれ別の言葉でやっぱりどっけ抜けて普通なんだよこれ、ビアズリーってわからない、ビアズリーじゃなくてもいいじゃん、ところがだな、これをあのホイスラー先生が大絶賛するんだよ、この髪の毛盗みの挿絵を。でわざわざ謝りに来て、あのパリで冷たくしてごめん、僕は君のこと見誤ってたと、ホイスラー先生はこっちを評価したんだよね。でというわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。